今日のランチは島根県松江市に昭和46年からある老舗のお店で水色の建物が目印の望月さんにやってきました。ハンバーグとカツのお店で、店の前では黄色いパトロールランプが光っています。昔からあるタヌキのような置物がナイフとフォークを持ってペコちゃんみたいに舌を出している望月さんのキャラクターのこのタヌキが出迎えてくれます。お店に入るとバカ殿の絵が描いてあって上手ですで、たくさんサインがある貼ってあるんだけど、バスケットのスサノーマジックさんのサインとかテレビ局さんのサインがありました。で、お店の中は座敷、テーブル席と座敷とカウンターがあって、店長さんは望月って書いてある T シャツを着ちょられました。メニューは揚げ物とかお肉とかがっつり系です。で、メニューの本はテーブルに置いてなくって壁にかかってるメニューから選ぶ感じになってます。ご飯の小盛りは50円引きということで、探索はもちろんご飯少なめにしました。じゃーん、こちらが超ボリューミーな今日ポークステーキととんかつを乗せてみました。その定食です。やばい、多すぎる。デミグラスソースっぽいのがかかってました。すごい、豚肉だらけ。そしてご飯と冷ややっことわかめのお味噌汁っていう感じで、割り箸の袋には望月さんのお名前が入っていました。電話番号も書いてあります。ではいただきます。見てこの厚み、超柔らかい、ほかほか。はい、満腹になったところでごちそうさまでした。だんだんね、また来るね。さて、お次は望月さんのすぐ近くに見せたいものがあるので一緒に行ってみましょう。アニメのガールズ&パンツァーって知っていますか？一言で言うと学園戦車スポコンものです。戦車のシーンが見応えがあるアニメです。アニメガールズ&パンツァーの舞台となったのは茨城県の港町で、大洗町なのは有名なんですけど、当初舞台が山陰地方でも考えられていたそうで、当時はロケハンまでされていたそうです。で、その名残なのかは分かんないんですけど、第7話でレーゼンマコのおばあが入院して駆けつけるシーンがあります。その病院のモデルとなったのが島根県の松江にある松江赤十字病院じゃないかなとファンの間では言われています。確かに言われてみればよく似てますよね。なので島根に来られた際は覗いてみてください。こんにちは、模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はガンダムの目が光ってたり、サンダーバード1号格納庫の天井などの光らせ方について質問があったというか、ネタバラシしてくださいっていうのが多かったので、そのやり方の説明をします。といっても探索がやることなので超簡単だし、皆さんすでに知っている方法だと思いますけど、ぜひ最後まで見てください。アラワングマさん、いつもお茶ありがとうございます。そして現在探索のチャンネルではデアゴスティーニのサンダーバード秘密基地と、それからデアゴスティーニのスターウォーズ X ウィングと、それからサンダーバードの秘密基地超リアル模型付きペーパークラフトの3つを作りながら、
たまに島根のネタを自由に盛り込みつつ配信しています。そして毎週水曜日には水曜日の7時半夜の7時半ぐらいと土日のどっちかでガンダムのプラモデルのライブを生配信しています。新しくチャンネル登録してくれた方ありがとうございます。また遊びに来てください。はい、それではまず、サンダーバードの、1号格納庫の天井が光ってたあのやり方なんですけど、このダイソーのダイソーに売ってるんですけど、アルミテープ、これ裏がシールになってるんですけど、これをですね光らせたい大きさに切ります。で、私はサイズ的にちょうど良かったので、前にこの 3 ミリのパンチを、穴開けパンチを、これを使います。じゃあこれをパチンと、これぐらいの穴、パチッ、あれ、こんな感じで穴開けて、穴開けてというかこれを出して、出てきた、3つしか出てきてない、これ丸くなっちゃってますけど、これをじゃあ例えばこれに貼ります。よいしょよいしょ、これシールになってますので難しいな。このシールをこうやって貼って、よいしょ、これも、こうやって貼って、でもまだこれだけじゃ光らないので、よいしょ、これに、じゃん、この、これを天井に貼って、で、ガイアカラーの蛍光クリア、これいろんなガイアカラーいろんな色があるんですけど、それの蛍光クリアっていうのを塗ります。よいしょ、じゃあちょっとチョンチョンって、じゃあこっちは塗った方ね、こっちは塗ってない方塗りました。で、蓋が、そしてこうやって見るとこれが塗った方でこっちが塗ってない方なんですけど、まあ、これじゃあ全く今見た目わかんないんですけど、ここで登場するのが、じゃん、これブラックライトです。じゃあこのブラックライトなんですけど、ブラックライトもいろいろあって、種類によっては光らせたいところ以外がぼんやり青くなったりするものもあるので、撮影向きじゃないものもあるので、このブラックライトが一番良かった、いいみたいです。で、これもあの概要欄に、説明欄に URL を貼っておきます。あと、この
警告リアも説明欄に載せておきますので、もし欲しい方は Amazon の URL 貼っておきます。でちょっとこれでやってみると、こっちが塗った方でこっちが塗ってない方、いきます。んちょっとわかんないか、ちょっとじゃあ消します。ほらめっちゃ光る。こっちは光ってない。こんな感じで光らせてました。なので撮影中は遠くからこのブラックライトで光を当てておりましたという種明かしでした。これだと小さい部分、細かいところでもあたかも電飾を入れたかのように光らせることができます。なのでこのガンダムもじゃん、めっちゃ光ってる。こうやって撮影しておりました。後ろも光ります。これは色が違う。これはガイアカラーのこっちが赤で、こっちは黄色の、蛍光の黄色を塗りました。後ろは赤です。なので実は2号のこれも同じ色でした。で1号格納庫のじゃん、これですね。これもこうやって光ります。よかったら試してみてください。ありがとうございました。またね。またねー。